今日はね、はい、ためになるお話をみんなで聞こうと思いまして、はい、僕の行きつけの中谷自動車さんにやってまいりました。はい、それで今日担当していただくのが、はい、中谷自動車の営業の中谷でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でもう一人、バーバラ陽七です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうバーバラ陽七でいいんですね。もうバーバラ陽七 でいい。そうです。いいですね。はい、もう本名も入れなくていいですか。いいです、はい、いいですか。はい、わかりました。じゃあバーバラ陽七さん、はい、よろしくお願いします。で今日は一体どんなお話を聞かせていただけるんでしょうか。はい、まあ、前回もやってるんですけどね、税金の関係とかが、まあ、ちょっと動きがあったのと、はい、でまあ、ちょっと細かく、皆さんにお伝えだけしとこうかなっていうところですかね。中身は硬いですけど。硬いんですね。中身は硬いですね。じゃあバーバラさんにできるだけなんとか陽七さんに、はい、柔らかくしてもらって、そうですね、みんなに盛り上げていただいて、柔らかく伝わるように。わかりました。そうですね、はい、もう日本酒いっぱい引っ掛けてきてるので、はい、お任せください。その辺なんとかなるかなと。なんか言わんかよ。いや、緊張してます。緊張してるんですか。はい、この前すごい良かったですよ。いやいやいや、そんなことないですよ。今日はね、はい、うん、山ちゃんじゃないんで。あ、部長、そんなことはやりにくい。いや、やりにくくないですよ。いやいや、緊張してるだけです。はい、ね、見てくれ。この動画はブレーコーなんで、はい、ガンガンいじってください。はい、OK です。はい、で今日ね、なんかこういうのを用意していただいてね、スケッチブックね、すごい、はい、これに沿ってやっていく感じで。そうですね。いいですか。はい、もうめくります、うん、めくりましょうか。めくります。何書いたんです、はい、何書いたんです。これ何ですか。自動車税、うん、年に一遍払うやつですね。そうそう、払ってるか。ちゃんと払ってます。ちゃんと、はい、39,750円ぐらいですね。そんな細かないよ。そんなもんやと思いますね。ほんまですか。いや、わかんないです。わかんないです。多分それ車によって違いますからね。はい、違いますね。はい、はい、何出てるのかな。グリーンか特例っていうやつね、自動車税の。そんな知らんわ。知らん。はい、分かんないです。分かんないですか。はい、初めて聞きました。自動車税の、まあ、グリーンか特例で、まあ、自動車税がちょっと安になったりするんだよね。おで、まあ、要するに減税の中の一つなんやけど、はい、まあ、細かい内容でこの次のところかな。こっち、はい、これですね。そう、まあ、いっぱい細かく書いてるな。でもそこに書いてあるの見てたら分かる通り、まあ、普通車にしても何にしても EV 車とか、はい、電話です。ちょっとちょっと出ていいですか。困りましたね。こら、困りましたね。電源は切っとけ。本番中にね。本番中に電源は切っとかないと。何でした。いつものことです。あの自動車税、ね、自動車税ね、はい、あ、ほんでさっき言っときますけど、バーバラさん知らんふりしてるだけで、車屋さんやからもちろん知ってますからね。もちろん知ってますよ。ただあの代弁というか、はい、受ける人の代弁というか、はい、そうですね、あと知らんふりしてる方が面白いんでやってますけど、うん、はい、知ってますよね。めちゃくちゃ知ってますよ、はい、ただ知らん体で、はい、ドライさんめっちゃ汗かいてるですよね。この前の照明がこの前よりだいぶ汗かいてません。いや、そんなことないです。この前寒かったですか。あ、そうかそうかそうか、外の中継でしたね。はい、顔ちょっと隠しましょうか。こうやって顔隠しといてください。あの、はい、EV 車とかね、 PHV とか、はい、ああいう車は減税対象になってるんですけど。おー、あー、はいはいはい、おいおいおい、もちろんガソリンは全然全然、そこにも書いてあるけど、クリーンディーゼル車も全然対象にはなってないんですよね。え、そうなんですか。うん、でそれ、あの自動車税のグリーン特例で、その当該年度の翌年の税金が、うん、まあ、そんだけ、おおむね 75% とかになってますわ。だから EV 車とかその辺の車に関しては、まあ、そんだけ自動車税が翌年度分は安くなるというふうな特例が今まで出てたんですけどね。これ、まあ、ちょっと次まためくってもらうと、はい、はい、こんな感じですね。そう、ここにね、ここに今からバーバラの顔を描いていこうかな。似顔絵描くんだよ。ドラえもんじゃないんですからね。はい、お前あれちゃう、こう体型的にここ、あのバーバラでも梅宮達夫でもいけるんじゃんか、お前。こう、あの、あいつ獣ですか、秋山みたいな、ね、昨日京都に行ってましたね。ちょっと次それ次行きましょうか。はい、これね、うん、はい、でね、これがもともと今年の3月いっぱいまでで、まあ法案としては3月31日までの登録の分に関しては、はい、その特例を、使いますというふうな形になってたんやけどね、うんうん、まあ、でも今正直めちゃくちゃ納期かかってるでしょ。そうですね、かかってますね。あ、はいはいはい、納期かかってて頼んでんのに、もうほんまやったら言うたらもう3月までになんて十分入る、今までの流れで言うたら、うんうん、普通で考えたら今頼んだって入ってたよ ね、 そうですね、3月やったら、うん、1ヶ月でも今やったらもう全然間に合えへんので、うん、でそれがまあちょっと伸びたというふうなことですわ。それでいつまで伸びたかっていうので、お、
そんなの書いてる、すげえ。今年の年末まで、はい、今年の12月いっぱいまでの登録分に関してはあのグリーンカー特例が延長になった9ヶ月伸びたってことですね。そういうことです、まあ、だからこれ、まあ、言うと当たり前かなとも思うんだけどね。そうですね、うん、そのこんだけ納期も遅れてる中で、うん、やっぱそれで3月でブツって切られてもたらな、なんでってなるやん。なります、なります、なります。もうちょっと面白いこと聞いてもらっていいです、うん、あ、なんかあれですよね、まあ、俺は普通のこと言うてるから、ね、うん、普通ですね、うん、普通の意見です。突拍子もないもんは別にええねんね、返してもらえば OK です。もう一回行こうか。いや、いいです、もう一回行きましょうか。いいですよ、そのまま進めていただいて。そのままで、はい、これがなんとね、はい、12月いっぱいまで伸びたんですよ。なんと、なんと9ヶ月伸びちゃったんですね、うんですね。これはすごいですね。すごい、9ヶ月続いたらね、うん、何できます？誰が決めたんですか？誰やろね。誰が決めた？誰って特定するの？いや、もう一応日本の政府だとは思うんですが。答えてるやん、ね、まあ、どっちしろ普通で伸びましたよと答えを言っちゃいました。どっちしろ普通だったね。はい、いまいちでしたね。いまいちでしたね。困りましたね、この空気感、うん、なんかね、はい、もう今のところ一番笑い取れてるのバーバラ陽七だけ。そうだけですね、うん、そうですね。困った時はもうあれ言っときましょうか、うん、もうそれで言っときましょう。バーバラ陽七です、うん、もみじまんじゅう、ね、もみじまんじゅうね、はい、よう食べてるもんな。そうですね、最近売ってますからね。いや、前から売ってるでしょ。いやいや、最近スーパーで売ってるんですよ。ああ、そうなんです。売ってるか、もみじまんじゅう売ってるんですよ。今度買ってきます。いや、普通買ってこんでいける。某スーパーで売ってます。なるほど。あ、そう。売ってんねや。3個入りですけどね。某スーパー。某スーパー。はい。まあ、皆さんもよかったらどうぞ。よろしくお願いします。で、これは？うん、これがまあ12月までね。はい、これはまあ一つ延長なんですけど、はい、で、もう一つでいくと、環境性の割り言って、まあ、その、今まで言うと、これ前も言いましたけどね、所得税。こんなんもあるんですね。所得税知ってるだろ？あ、すみません。そこまでボケますか？知らんふりします？知りません。知りません。はい。ないです、はい、もうどこまで演技なんかよう分かりませんけど。全部ですよね、もちろん、ね。はい、そうです。全部、あ、そうか、全部演技やな。ほんま知ってますよ。ほんま知ってますよね。後でちょっと僕、ボンボンって切られるかも。今までは車買うだけで取得税で税金取られてたよね。はいはいはい、うん。取られてました。それがなくなったんかなと思ったら、こんな名前に変わって。はあ、環境性能割り言ってね。性能割りやから、性能によって割引があると。うん。って思うやん、これ、はい、うん、全然割引はないのよ。取られるんですね。取られる、割り増しってことですか、じゃあ。何の割か分かれへんねんけどね、うん、ね、環境性能割っていう名前の、うん、まあ、言うたら税金ですわ。これもね、細かいんですよ。細かい、めっちゃ細かいんですよ。見えへん、細かい、こんな感じ。おお、全然見えへん。こんなもね、もうなんか調べていったらほんま、なんかややこしいねんけど、2020年度のその燃費、何やったっけ、燃費基準とか2030年の燃費基準とか、もうだいたいおおむね 25. 何キロのリッターあたり走るとか、そういうのをクリアしてるとかね、そういうのがいろいろ規定があるんですよ。でそれによってこんだけ細かく分かれていってるんですわ。で今まで非課税になってた分とか、もうこれも同じだから、もうあの全然、もう当然これ見てたら分かんないけど、ガソリン車なんて全然眼中ないから、ね、もうガソリン車がなくなっていくんですもんね、うん、だからもうどんどんと、そっちにしなさいよってこう促してるようなもんですよね、逆に言うたら。そういうふうにこう、まあ、時代も流れていってんやろうけど、でまあこういうふうな状態が、これも同じですわ。細かいこう全部非課税やったんですよ。でそれがこんな形でちょっとずつ変わっていって、変わっていく、こんな感じ、うん、だってこれで見てたらさ、2030年の燃費基準達成者 80%75% は非課税のまんまやけど、 1% 課税してた 70% 達成 60% 達成とかやったら 2% の課税に、去年のこれ1月からも変わってるんですよ。お、税金がかかるんですね、うん、かかっていってる。で経営なんかも 1% 課税のものが 2% 課税とか、非課税やったけど 1% 課税とか、ここ 1% 2% とか大きいからね、車両本体で考えたら、うん、もう150万で 1% で1万5000円 2% やったら3万やから、まあ、そんだけ変わっていってる部分が一つ、まあ、環境性能割に関しては一つ変わっていってる部分があります。だから経営も高いし、うん、だからね、まあ言うたら国としては取れるところはちょっと取っていくような形の部分とで、やっぱり燃費基準とかってこう達成基準をこんだけ細かくクリアしていってるかどうかなんていうのをこう決めていってる流れでいくと、な、今度作り手のメーカー側はどうなるか言ったら、必死こいてその燃費言うて、あのそこの合戦が始まるわけですわ、燃費合戦が。なるほど。で、まあ、消費者もみんなそれにこうあの、ま、巻き込まれていくわけですよね。まあ、それはそれでね、国全体とか環境とか
そんなんで考えていったらええことなんやろうけど、軽が汚れてるから軽からも取るんですね、たくさん。そんなことはないんですか。それもあるかもしれへん、うん、でもそれで一番最たるもんで言ったらここには関係ないけど、そもそも自動車税自体が上がってるからね。ああ、そうか、上がってるね、うん、1.5 倍ぐらいだったやろ。高なりました、うん、だから自動車税はあの時は特に軽売れてるからやろみたいなのがよう言われとったよな、うん、まあ、そんな流れはあるかな、うん、まあ、でも、まあ、ここまでの流れでさっきも言うたけど、もうガソリン車はもうあかんねやろな、うん、ダメなんですね、うん、なんかこう寂しい気はするけどね。でもなんか世の中のこと考えると CO2 やなんやとかな、はい、確かにね、うん、今言うてる部分でいくと避けて通られへんのかなって思ったりする部分はあるけどね。まあでもやっぱりちょっとこういう課税も増えてくんねんけど、まあそれも2022年からは、まあ、まだ延長措置も取られてるので、まあ、どっちにしてもこの年末ぐらい、今年のね1年後の話ですよ、うん、はい、はまあそういう部分で使えていけれるっていうところがありますから、うん、その先はどうなんねん言うたら、これ世の中の流れにもよるやろうけど、急に元戻してもなあ、世の中には戻せへんやろと思うしな、ね、ある種もなんか長いことやってるからちょっと当たり前にもなってきてる部分があるんですね。あったりするからね、だってその環境性の割とかって大きいよ、うん、昔の所得税なんかで言うたらなんか消費税二重取りされてるぐらいの感覚で金額大きかったから、それが非課税とかになるだけでもやっぱかなり大きいからね。でもそれが、まあ、ちょっと今こういうのをまた改めて勉強してるとね、きちっとやっぱり現場でもお客さんに伝えていただけないかなというのは改めて思いますね、うん、まあ、そんな感じで、はい、まあ、今日はバーバラ洋七の電流戦でございますけども、お勉強動画でね、はいはい、今日僕がいてるからかな、ちょっと本来の味が全く出てませんけど。そうですね、はい、この前の中古車道とか噛めば噛むほど味出てきますんで、このとこそんなことないですよ、うん、そうですね、はい、普段からこういう真面目な男です。はい、え、まあ、ここね、はい、覚醒しますんで、うん、はい、ね、まあ、あの、こうご期待ということで、はい、ぜひバーバラ洋七を。そうですね、はい、なんかね、多分ね、今日話入ってこなかったと思うんですよね、うん、税金の話なんか、バーバラさんの話なんか、いや、税金の話です、ね、税金の話ですよね、はい、まあ正直ね、あの、何も話せんまんまいわけにいかへんから、バーバラの紹介ついでにたまたまあったネタ使っただけですけど、うん、そうですね、はい、で、あの、次回はちゃんと真面目にやりましょうね、はい、はい、ということで、今回は税金に関してのお話でした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。